はい、皆さんこんばんは、みなつです。スーパーファミコンのファイアーエムレム、紋章の謎、暗黒戦争編、パート22です。だいぶね、このショーも長いことやってますが。なんとかね、あれ、ずれてるね。ちょっと待って。こう、こうだね。はい。こんばんは、こなっちわん。はい、バスさんいらっしゃい。こんばんは。なんとか。誰も死なずにこのショーを終えたいとこだね。今メインのやつしか出してないからな。まずは、闘技場か。800、いくらだ?20 だっけ ?30 だっけ ?20 かな、間違ってたら消すか。あ、820で合ってんだね。避けてくれるのはありがたい。ね、あれ、レベル上がるんだっけ。乙女おっちゃん。あ、レベルアップしてる。音、直った。あれ、なんかおかしいですか、今。音出てない？多分大丈夫だよね。今おかしくなってなければおそらく治っているんだと思いますが、いつのお話だろうか。それがあったのは。お、レナも上がった。あー、力は上がんないよね。まあ、それは仕方がない。もう一回くらい耐えれるかな。スーファミじゃないと音違うって言ってなかったっけ？高音部が若干大きいかするっていうだけで、それは直すとかっていう問題ではないんでね。レトロフリーク使ってるとどうしようもない部分なんで。物渡したからもういいか。なら、戻そう。単身量。じゃあいいのか。ですね。まあ、違和感は、あると思いますけど、そのよく聞いてた人にしたらね。ただまあ普通にやってる分にはあまり、私個人としてあまり違和感はないんで、こんなものだと思ってやってるんでね。7か、7なんだよな。9とかに上がりたいな、ハーディンみたいに。力が上がんなくてなぁ。1レベル上がったら次830を狙おう。これ、探してたら見つからなくて。ゲームショップでかな？
地域によって違うのかな。結構それなりに見かけますけどね、うちの地域だと。オーガバトルってのを買ってきちゃった。おう。それも面白いですよ。私持ってますね。あの、伝説のオーガバトルの方だよね、多分。あれはね、シミュレーションなんだけど、リアルタイム性をとってる。ちょっとまあ、一風変わったシミュレーションゲームだね。4か。まあ、間違えた。待機にしてしまった。まあ、いいか。で、こいつは、もう一ターン耐えてもらおう。忙しいやん、わら。忙しいですね。半熟ヒーローってやったことあるかな、バーツさん。他の人にはね、違うって言われるかもしれないけど、あれに結構似てるかなぁと。半熟英雄と同じ感じ？そう、だいたいそんな感じ。だったはず。昔触った時の記憶が間違ってなければ。あれ？防御力上がったかな？気のせいか。また幸運武器レベルか、残念。できれば力上がってほしかったね。さあ次は下位にバトンタッチかな。一応10だったんでね。あとは左を本当なローガさんで蹴散らすしかねえ。あーゲルニア兵また出てきたね。なんか聞いてた話だと、アイテム破損した。変えなければ。
増援。増援ですね。すでに30、なんかですね、25ターンとか30ターンとか、35ターンまで増援来るよって言ってたけど、まだまだ出てくるっぽいね。あれかな、エネミー32がね、上限らしいから、どれくらいだろう。やっぱ出てくる数は決まってるのかな、わからんね。壊れた槍捨てて。で、鉄の槍装備。で、待機。アーチャー系が全滅したらなぁ、この遠隔勢でも攻撃できるんだけど。てか、動画もう11か。次でレベル上がるな、また。力9で守備12か。覚えとこう。したら、あなたは一旦また引いて、カインさん。と、800のはず。来い。ああ、来ない。90じゃないんだよな。あれ790か。あ、790か。勘違いしてた。790だ。レベル6なら。あれ違う、あれ800で合ってたのか。あら、まあ、そこでやめよう。あれ800だったか。間違えてしまったよ。さあ、動画何上がったかな。力9で守備が12だったから、あと素早さ見てなかったな。素早さも上がってくれるといいよね、動画は。お、力上がってんじゃん。いいね。あ、そして速さも上がった3みたいだね。高速が3になってる。アーマーナイトに2回攻撃するぞ、これ。今度から。マジか。すげえな、動画。
800じゃなきゃダメなんだよ。すごいよね。アーマーナイトで2回攻撃だよ。お、やっと来た。移動要塞っぽくていいよね。あらー、クリティカル出たか。あ、でもレベルアップしないか。レベルアップの時はね、クリティカル出てくれない方がいいらしいんでね。左側の殲滅速度はこれで若干上がるね。さあ次からアーチャーが出てくるな。アーチャーが来る前に、あ、でもアーチャーの攻撃ダメージ当たんないじゃん、どうか。お、これはいいぞ。違う、そこは行っちゃダメだ。お、いいタイプやるか。
ああ、あと守備1上がってくれたら、ソシアル難易度からもダメージ受けなくなるね。キャーイケメンホエムのウモさん。はい、12個目さん、こんばんは。至ってノーマルですよ。いろんな意味でノーマルだよ。あ、そっか、こいつらは高速1あるから2回攻撃はできないか。あと1上がんないとダメだね。次に、力と速さと守備が上がってくれりゃいいな。あとできれば幸運も上がってほしいな、そういえば。クリティカルも怖いからな。あとはカインさん。カインさんのレベルアップだ。なんとかクリティカルなしで。攻撃が3回通さないと倒せないのかな。オッケー。さあ、何が上がる？おー、力素早さ、いいねー。やったね。これはアベルとカインだったら、カインの方が優秀に育つね、きっとね。素早さは10まであるのか。あ、でも11か。技が低い。クリティカルは出しやすいけど、って感じか。あと、あれ一体こいつは何が上がったんだ。技か。技と武器レベルか。わからん。何が上がった？ HP 上がって、技上がったか。あ、幸運上がってるね。技、幸運、HP ってとこかな？残念やな。できれば、守備を上がってほしかったね。さあ、次から810だ。終了まであと5分になりました。あー、ソルジャーか。難易度でも多分きつかったよね。ダメだ、やめとこう。杖がもったいない。
抜群に出てくるね。終了まであと3分になりました。ああ、またそうでじゃうか。ダメだ。キャンセル、キャンセル。ただでさえレベルが高いからな、向こうの方が。終了まであと1分になりました。ダメージが痛いな。視聴してくれた皆さんありがとう。はい、それでは次枠いきますね。はい、お疲れ。アーチャーも枯れたらしい。あと一体グッズパートかかるかな。